シャンパーニュの給料、メゾンとカーブはユネスコの世界遺産リスト登録物件の一つであり、その名が示すようにフランスのシャンパーニュ地方で作られるスパークリングワイン、シャンパーニュの産地の文化的景観を対象としている。メゾンはフランス語で家を意味する一般的な語だが他にも様々な意味を持つ。シャンパーニュではシャンパン製造業者の意味もあり、 シャンパン関連の日本語文献では、しばしばそのまま、メゾンとカタカナ表記される。カーブは、地下室、地下層などの意味で、地下のワインセラーの意味もある。この後もまた、シャンパンの熟成庫や、醸造施設の意味として、日本ではそのままカタカナ表記されることがしばしばである。世界遺産になっているのは、シャンパンに使われるドウの栽培地、地下に広がるカーブ群、 世界的に名の知られたメゾンや、それが並ぶ大通りなどで、ドウ生産からシャンパン販売までを包含している。世界遺産の構成資産に直接関わる事柄を中心に、シャンパンの歴史を略述する。包括的なシャンパンの歴史については、FR、シャンペーン、イストワール等を参照のこと。シャンパーニュでは、他地域から持ち込まれたワインは、期限前から飲まれていたようだが、 自らワイン生産をするようになったのは、ローマ帝国に編入された後だった。その、ローマの支配下では、建造物の資材として、地下から大量の白亜が掘り出された。その結果できた巨大なホラーナ軍は、後のシャンパン生産にとって、重要な役割を果たすことになる。中世前半、6世紀から7世紀にはこの地域にも、修道院が建てられるようになり、後に、 シャンパンの起源と結びつけられる、オービレール修道院が建てられたのも、その時期のことであった。ブルゴーニワインの場合、修道院の果たした役割は大きかったが、中世シャンパーニュでのワイン生産の質的向上には、シャンパーニュの大市での商品化という観点から、むしろ商人たちの方が大きく寄与した。以上の時期のシャンパーニュのワインは、まだ非発泡性の赤ワインで、 発泡性の白ワインの一つであるシャンパンが登場するのは17世紀後半のことである。伝説的な起源では、オービレール修道院の修道士、ドンペギニオンが発泡性のワインを生み出したとされる。しかし、それ以前にロンドンで発泡性のワインは誕生しており、その線にコルクを使うことも行われるようになっていた。こうしたことから、 ドンペリニオンをシャンパンそのものの起源と位置づける説は疑問視されている。しかしながら異なるブドウ品種やワインをブレンドしてシャンパンを作る手法を確立した功績はドンペリニオンに改せられている。そのドンペリニオンのものも含めたシャンパンは17世紀末にはイギリスにも輸出され玉石混交だった当時のイギリスワインに比べ高級ワインとして受け入れられた。 18世紀にはポンパドゥール夫人が絶賛したように、フランス宮廷でも評価する声が聞かれるようになった。デュイナール、モエエシャンドン、ランソンなど、現代まで続く、大手メゾンが、次々と誕生したのもこの頃であった。ブーブクリコの肖像が19世紀には、ブーブクリコとマダムポメリーという二人の未亡人の存在が、シャンパンの発展に重要な役割を果たした。 ブーブクリコは、フランソワクリコについだニコルバルブ・ポンサルダンが27歳で、未亡人になってから、夫の事業を継いだ後に呼ばれたのであり、メゾンの名にもなっている。ブーブクリコは、事業を継いだ時点で、年間5万本に過ぎなかった、出荷量を、亡くなるまでに300万本にまで引き上げた詳細に、たけた女性だったが、シャンパン生産士の上では、ルミュアージュの手法を確立し、 質を向上させたことが特筆される。また、ロゼのシャンパンを最初に売り出したのも彼女とされ、シャンパーニュ地方では、ラ・グランダムと呼ばれる。もう一人のマダム・ポメディは39歳で未亡人になって、事業を継ぐと、イギリス貿易を重視し、イギリス人の辛口志向に合わせた辛口のシャンパンを開発した。甘口しかなかったシャンパンに、 辛口が加わったことは、料理への合わせ方の幅を広げ、新たな需要を喚起することを意味した。同じ頃、アルフォンス・ミューシャやアンリド・トゥールーズ・ロート・レックラのポスターが広告として採用され始めており、劇場や酒場に混じって、シャンパンメゾンもこれを積極的に活用した。ベルエポックの活況に合わせて、ドイツ人たちも多く帰化し、シャンパン醸造に携わる者たちも現れた。 テタンジェなどがそうした例である。このように新たな発展を遂げたシャンパンであったが、19世紀末には他の地域同様、ブドウネアブラムシによる被害が見られ始めた。シャンパーニュの場合、その寒冷さのため、電波が遅く、対応は比較的容易だったため、当初は壊滅的というほどの被害は受けずに済んだ。しかしながら、大手が積極的に対応したのに対し、 規模の小さな地主が出費を渋ったことから抜本的な対処ができず第一次世界大戦中に駆除が後回しにされたことで再び蔓延して大損害を出したのである。第一次世界大戦から世界恐慌にかけては車種品であったシャンパンの海外市場の縮小に見舞われたことも打撃になった。 そのため、1930年代から業界団体設立の動きが起こり、1941年にシャンパーニュー委員会が正式に発足した。2014年イタリアグランプリでのシャンパンシャワー第二次、世界大戦後、シャンパンの消費量は再び増大した。その背景にあるのは、経済発展による購買層の拡大、すなわちシャンパンの大衆化である。シャンパンは、昔から、 浸水式ではられてきたが、現代では、シャンパンファイトなど、競技の優勝者と結びつくものにもなっている。また、古典的な文学作品から通俗的なミステリーに、至る小説の数々、さらには映画など、様々な作品の情景にもシャンパンは登場している。世界遺産登録にあたっては、こうしたシャンパンの需要のされ方も、評価対象となった。構成資産は、 大きく3つに分類されており、それがさらに14の構成資産に分かれている。ID、オーブン名称、面積、干渉地域は、世界遺産センター公式サイト、3つのグループ名及び、所在地は、国際記念物遺跡会議の評価書による。なお、愛とマルジュルアイは、世界遺産登録時点では別個のコミューンだったが、2016年に微水ユと共に合併して、 アイシャンパーニュになっている。ホーバラースランスエペネ主要な位置関係アイ近郊のブドウ畑の経過ランスとエッペルネーの間にはモンターニュドランスと呼ばれるブドウ栽培地が広がる。オービレール、アイ、マルシュルアイの三つのコミューンにまたがる、旧領地はマルヌ川沿いにあり、モンターニュドランスに含まれるが、隣接するブドウ栽培地のバレドラマルヌの一部とされることもある。 それらの丘陵地は記録上裏付けられる範囲でのシャンパーニュ最古のブドウ栽培地群を対象としており一緒に登録された4件のカーブもカーブの中では初期の様子を伝えるものである。シャンパーニュ地方はブドウ栽培の北限に近く天候も安定しない。このため年によって収穫量や品質に差が出やすいためシャンパンの醸造においては 異なる収穫年の葡萄から醸造されたワインをブレンドすることが行われる。収穫年の記載のないノンビンテージと呼ばれるワインがシャンパンの8割を占めるのはそうした地域特有の事情による。しかし、白亜質の土壌は水はけの良さと葡萄栽培に適した保湿性を合わせ持ち、その地下のカーブはシャンパンの醸造に適した冷涼な環境を作り出す。 愛の場合、マルヌ川に面した斜面が真南を向いており、寒冷な地域にあっても日照を確保しやすい地形である。愛は、ランス、エペルネに次ぐ、シャンパン生産の重要地とも位置づけられ、その愛のワインは、古くから知られていた。愛には1584年まで遡れるシャンパーニュ、現存最古のメゾンである五世があり、さらに遡れば、 メロビング町以来、ランスでの歴代国王の戴冠式に供されたワインは、愛とオービレールで生産されたワインに限定されていた。オービレールは前日の通り、オービレール修道院を要し、ドンペギニオン修道士とも縁の深い場所である。ランスは1991年に、ノートルダム大聖堂、サンレミ宮大修道院、東急殿の3県が、 世界遺産リストに登録された都市である。ノートルダム大聖堂と東急殿はランス市街中心部にあるが、サンデミ聖堂のみはそこから南に1トルほどのところに位置している。そのサンデミ聖堂の近傍には大手メゾンが集中し、見学可能なカーブも複数ある。登録対象になっているサンニ家の丘は、その大手メゾンが地下に保有するカーブ群、並びに、 ドゥモワゼル邸などメゾンが地上に建てた建造物などを含む。ポメリーのカーブテタンジェのカーブランスで世界遺産になっているカーブは以下の通りである。シャンパーニュ大通りフォール・シャブロル・エペルネはシャンパーニュのメゾンが多くある町で住民一人当たりの所得が国内最高とも言われる。その中心部にあるのがレピブリック広場で世界遺産になっている。 シャンパーンに大通りは、そこから東に伸びる1キロメートルほどの街路である。この大通りには、ドンペギニオンを生産し、シャンパン出荷量が、世界最大のメゾンモエー・シャンドンがある。同社は1743年創業で、3代目のジャンレミー・モエは、ナポレオン・ボナパルトの学友だった。モエー・シャンドンのブリュット・アンペリアルは、その後も続いたナポレオンとの交流にちなむものだという。 ジャン・レミーはまた、ドン・ペリニオン修道士とゆかりがあった、オービレール修道院を買い取った人物でもあり、以降、ドン・ペリニオンの名は、モエー・エシャンドンが要する最高級ブランド名となっている。モエー・エシャンドンは、現在、ルイ・ヴィトンなども要する高級ブランド企業、LVMH の一部である。モエー・エシャンドンが創業した18世紀は、他のメゾンが、シャンパーニ大通りに次々と建てられた時期でもあった。 この街路が重視されたのは、それがドイツへとつながるシャンパン輸出の通り道だったためである。この大通りにの木を連ねる他のメゾンには、などがある。ポルロジェのシャンパンは100カ国以上で愛飲されており、体感式などの式典などでも飲まれている。世界遺産構成資産としてのシャンパーニュ大通りには、それよりも北方のマルディウ大通りにあるホールシャブロルも含まれる。 これは1900年に竣工したモエーシャンドンの施設で、ブドウネアブラムシの害を免れるためのブドウの継ぎ木技術の研究や教育に使われた。シャンパーニョー大通りが構成資産に含まれた理由は、シャンパン生産と流通過程及びメゾンの発展史を伝えるものとしてであり、ホールシャブロルは生産史への貴重な寄与が認められたものである。この物件が、 世界遺産の暫定リストに記載されたのは2002年2月1日のことで、それが正式推薦されたのは2014年1月16日のことだった。その年の第38回世界遺産委員会では、イタリアワインの主産地の一つがピエモンテのブドウ畑の景観、ランゲロエーロとモンフェラートとして世界遺産リストに加わっている。 世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議はそうした先行するワイン関連の世界遺産との比較なども踏まえた上でシャンパーニュの遺産群の顕著な普遍的価値を認め登録を勧告した第39回世界遺産委員会でもその価値が認められ韓国通り登録が認められた委員国からは既存のワイン生産地の世界遺産と比べても 得意性があると称賛する声が相次ぎ無形文化遺産としての価値に言及する委員国もあった。その一方、管理面の課題として、ポタンシーイコールシャンピニュールの風力発電事業や、メゾンの一つであるメルシエの新規事業計画などが、資産にもたらす影響に対する懸念が、不対決議として示された。この物件の正式登録名は、英語、シャンペインヒルサイズ。 ハウジーズセラース及び、フランス語、コットー、メイズニー・ケーブスでシャンペーンである。このうち、フランス語名については、登録直後は、コットー、メイズニー・ケーブスとなっていたが、翌年の第40回世界遺産委員会で、現在のように、メゾンとカーブも大文字で書き始められる形に直された。その日本語訳は、以下のようにいくらかの揺れがある。 リュイナールの広告この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。フランスではボルドーワインの産地、ブルゴーニュワインの産地も世界遺産リストに登録されているが基準が適用されているのはこのシャンパーニュの世界遺産だけである。ルミュアージュの作業風景ありがとうございます。